画を。皆さんはちょっとどう思ってるか分かんないけど、私は嬉しいです。そうやって形で現れて嬉しい。数字ってね、分かりやすいからいい時もあるけどね、うん、違う、悪い時もあるけど、こうやってね、いい意味でも分かりやすいので。数字は瀬戸の誠司さん、こんばんは。嬉しい、フォロワーさん3000人増えて、3000人増えたらやばいか、3000人突破して、おめでとう、ありがとうございます。嬉しい、皆さんが喜んでくれたらもっと嬉しいです。もうすぐあなたに会えるかな。あ、さきたんちゃんだ。今日は高橋みみさん、あ、高橋みみさんの持ってます、私も。あ、小沢みさんゲットした話しましたっけ。皆さん聞きました、私の小沢みさんのアバターゲットした話してないっけ。なんかしてない気もしてきた。みささん、こんばんは。桜餅さん、ご時間とありがとうございます。マツケンさんもありがとうございます。嬉しい、皆さんがそうやっておめでとうとか嬉しいってくださるのが一番嬉しいですね。一人で喜んでても何も嬉しくないからね。皆さんがこうやっておめでとうとか一緒に嬉しいって言ってくださるのが一番嬉しいです。いいお知らせ、いいお知らせか分かんないけど、最後に、最後か歌を終わった後にお知らせします。え、いいじゃんいいじゃん、高橋みみさんのアバターでもいいと思う。え、ダメなのかな。くにさん、おかえりただいまです。正当の誠司さん、かわいい、ありがとうございますドアランさん、しももかりんさん、私はしももかりんさんとお話ししたことありますよ。名古屋で、すごくないですか、会ったことあるんですよ。普通にプライベートで喋ったことある。もうすぐあなたに会えるかな。マスポムさん、え、何これ、あ、パチパチか、嬉しい、ありがとうございます。そうなんです、本当によく会うんですよ。そう、アイドルさんによく会う。 SKE の方も全然声はかけないけど会ったこと結構ある。え、いいと思うよ、全然。高橋みみさんのでも、ゆうたですわ、サンダルもいっぱいありがとうございます。甘いハーフムーンさんもこんばんは。はにまるちゃん、はにまるちゃん、はにまるちゃん、いい、かわいい、いいでしょう、いっぱい合うんですよ。長月みどりさんだ。そう、世間は狭いな、なんですよ、本当によく合う、合うっていうか、まあ声はかけないんですけど。甘いハーフムさん、たくさんハートありがとうございます。ニーザのハイチさん、ご実感とありがとうございます。何分になったら撮っかな。いや、よく街中で芸能人の方に会う、すっごい会う。何時がいいですか、何時なら間に合いますか。その星とかあっち目に行っちゃってる方とかいると思うから。クニさん、カウントありがとうございます。サットさんもハートありがとうございます。じゃあ25分で。多分私歩いてても分かんないんですよ分かんない分かんない、もうだって SKE のどなたの方もね、オーラで分かるもん。ね、ゆうちさん、50カウント過ぎとると思った小畑ゆなさんの握手いいな、うらやま。で、小畑ゆなさんですか、合ってますかね。はず、わかんないわかんないわかんない。だって私基本マスクとかしずに歩いてるけど、一回もバレたことない。名古屋も栄も大相撲いっぱい歩いてるけど、一回もバレたことない、えみたいな感じもない。絶対バレない自信ある。そんなにね、まだ名前が知れ渡ってない、顔も。え、だって
1メートル間隔で会ったことなくないですか？だから多分分かんないと思う。握手会とかあって顔を覚えたら別だけど。いっくんさん、ハートありがとうございます。すご、新幹線一緒はすごい。R433 こんばんは。隣にメンバーは、もう体力奪われちゃう。そんなもう変装なんてしないですよ。しないしない。でもしないや、しない。マスクも嫌いなんで消したくないんですよ。だから外に出ない。あ、それ聞いたことあります。なんか SKE のファンの方はあんまりプライベートは、なんかプライベートだからって声かけないみたいな、聞いたことある。しげじいさん、星集めありがとうございます。心のアシスさん、たくさんだるまありがとうございます。前も後ろも隣もメンバーも緊張っていうか、もうどうしたらいいか分かんないですよね。ユータレスワさん、タコありがとうございます。ハラピョンさん、50カウントありがとうございます。イックンさんも、だるまありがとうございます。あー、私倉島亜美さん会ったことある。イックンさん、吉高さん、インディーさん、たくさんギフトありがとうございます。テンギスさん、そうなんです、今日は鎮定してます。レアレアレア。よしくんさん、星投げ50カウントありがとうございます。ロクドイさん、かわいい、ありがとうございます。メンバー集団はもうかけれない。なんか一人とか二人だって、あ、二人が一番攻撃しやすい気がする。インディさん、だるまありがとうございます。いっくんさん、ファイトありがとうございます。生誕祭ね、もうやれるかどうかも分かんないの、悲しすぎる。結構皆さん会ってますね、メンバーさんに。りょうじんさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。でも声かけない人が多分多いですよね。かけづらいですよね。歌の家臣さん、こんばんは。本当に大変そう。あ、移動中の8人ね。でも10機も団体で歩いたことありますよ。境を、境の真下普通に歩いてました。10機ほぼ全員で、7人で歩いてました。境全然誰もマスクなしで普通に境歩いてました。ドンキとか普通にサンシャインあたり移動で歩きました。全然気づかれた感ないです。まあ確かに、まあ誰か見られてるかなと思って見てるわけじゃないからね。地方はね、ちょっと難しいですよね。なかなか行かないから。
歌います。はい、さきたんちゃん50カウントありがとう。カラオケカラオケ、止まりましたかね、大丈夫ですか。あ、そう、マスクとサングラスしてる方って目いきますよね。あ、で芸能人なんかなって私も思いますもん。見ちゃう見ちゃう。よいしょ。あ、大丈夫でした。動いてます、イエイ。はい、じゃあ次は最後はSK48 で無意識の色を歌います。水野も美香さん、初見さんありがとうございます。はい、じゃあ歌います。 SK48 で無意識の色です。差し込む光に色があるように、どんなものにも色があるよ。希望という名の未来の向こうは青みを帯びてる。世界の仕組みは単純で、そこに見えるものが全てなんだと思ってた愚かさよ。僕たちの無意識は一体何色だ。愛しさはいつでもゆっくり近づく。さりげなく寄り添い混ざり合ってくように、愛は二人だけの特別な色さ。ある日突然見えてくるんだ、君と僕の同系色。意識しなくたって I love you。心が沈んで真っ暗な夜も、静寂には色があるんだ。壁と天井にぼんやりと浮かぶ不安なオレンジ。こんなに仲良くしてたのに、友達以上にはなれないなんて、見過ごしたときめきよ。僕たちの関係は一体何色だ。大切な存在気づかずにいたけど、目が合った瞬間引き込まれてくように、なぜか懐かしくてハッとしてしまう。二人ずっと見えなかったよ、そこに愛があったなんて叫び続けてた I need you。
僕たちの無意識は一体何色だ。愛しさはいつでもゆっくり近づく、さりげなく寄り添い混ざり合ってくように、愛は二人だけの特別な色さ。君も僕は今は見えてる、愛の色はこんな色か、意識し始めた I love you。ありがとうございました。はい、OK、 以上です。まさな初見さん、ありがとうございます。まっちゃんさん、ドアランさん、さっとさん、よしたかさん、ひろしさん、いっくんさん、たくさんギフトありがとうございます。マツケンさん、かわいい、ありがとうございます。インディーさんも、うま、ありがとうございます。無意識の色ね、踊ってると本当に楽しいんですよ。なんかね、あ、なんだろうな、あの曲本当に振り入れの時はしんどかったんですけど、寝てなかったからあのエコパの次の日に振り入れしたんですね、これ。で、朝5時半まで起きて、ね、寝たの7時で2時間ぐらい睡眠だったんですよ、その日。そのまま振り入れしたから、これしんどかったんですけど、でもこれすっごいなんか振りが好きなんかな、すっごい楽しい、踊ってて。え、振り入れ講座なんてあるんだ。くぼっちさん、ともさん、ギフトたくさんありがとうございます。そう、多分ダンスこういう感じののが好きなんかな、すごい好き。無意識のやるとあれですよね、なんか自分の好きな曲を腕に入れるみたいな。山谷さん、え、初めて見た、この最高ギフト。あ、ここに載ってる、すごい。くぼっちさん、よっしーさん、ギフトありがとうございます。君と夏の終わり、将来の夢。そう、白い衣装でワッペン、かわいい。最後はここに手を置いてふんってやるんです。あれはもう決めなきゃいけないやつ。あれ揃ったらかっこいいですよね。よし、じゃあ決めましょう。あ、これ明日、皆さん明日これなんで、よかったらお願いします。忘れないように。オッケーですか？明日はこれなんでお願いします。ミキちゃんセンターに立ってほしい。ミキちゃんセンター向きかなどうかな。目標は高くですね。でも、あ、お顔を、僕の好きな最強人で、よし、オッケー。じゃあ日曜日決めましょう。日曜日は何時からがいいですか？4月26日曜日は何時からがいいですか？日曜日は配信が8時までです。5時からという意見がありますが、どうですか？そう、そう、7時59分までなんですよ。謎59分。え、美女と野獣ってもう始まってますか？美女と野獣録画するの忘れちゃった、やらかしい。どうしようかな。最後はね、最後何して終わろうかな。
でも最後は始まってるんだ。予約するの忘れちゃった。しょうがないか。え、どうしよう。夜は7時59分までです。最後の快適なのはでも次の日にやってもいいかなって思ってて、あ、でもそれはお疲れ様会か。でも最後は最後何しようかな。伊藤美希検定はね、最後の一個前でもいいかなって思ってたんですけど、あ、でも最後なんか曲歌おうかな。一曲最後はどうしようかな。あ、日曜日までです。最後一曲歌って終わりたいから、うん、でもそんな長く撮らなくて大丈夫です。最後の枠はね、一曲だけ歌おうかな。あ、20時以降続けて大丈夫なんだ。インディーさん、タコありがとうございます。あ、切られると思ってた。20時でピンって。アライアンさん、こんばんは。初コメありがとうございます。どうしよう、何時からがいいですか。あ、そういうことね。カウントがその時間で終わるんだ。津田博文さん、お疲れ様です。メニシなんだっけ、忘れてた。最後は伊藤美希検定はどうしよっかな。45分ぐらいかな。45分ぐらい欲しいです。よしくんさん、誰もありがとうございます。じゃあ一番最後は全然20分とか25分でもいいんですけど、その1個前を45分にしたいです。それぐらいかな。なんか要望ありますかって言われたら、伊藤美希検定は日曜日にやります。明日はソロコンです。ソロ曲ソロコンということで、明日じゃないや、日曜日何時からがいいですか。興味期検定はその一番最後の枠の一個前かな。最後から2番目にしたいなって思います。何時がいいですか。てか何時がいいんだろう、星とかカウントとか的に。ちょっとそれが分かんないんで、よかったら教えてください。5時がいいですかね。やっぱり全然5時に起きてってなったら起きます。全然そうですね。じゃあ45分以外は回数を増やしましょうか。お昼もできるしね。ってなるとやっぱり5時なんかな。のんのんさん、こんばんは。5時じゃなくて大丈夫ですか。6時7時あえて3時間ぶっ通し1回。5時からがいいですか。結構分かれる。5、6、7の1回ずつ。5時、6時、7時の1回ずつ。みっちゃん、ありがとう、来てくれて。朝は今日と同じでもいいですか。最後頑張ります。ちゃんと起きます。頑張る頑張る。すごくないですか。だってすごくないですかじゃないか、当たり前か、ごめんなさい。ちゃんとこんな遅刻マンが遅刻なしで頑張りました。あー、確かに5時は人集まんないかもしれない。こうへいさん、初見さんだって、ありがとうございます。
寝起きの機嫌が悪くなければ、私全然寝起き悪くないんですよ、機嫌。なんか逆に褒められるぐらいです。なんかなんて言われたかな、私すぐ寝るんですよ。で友達と遊んでてちょっと 暇さえあれば寝るんですね。で寝て起きてははって感じしてたから、いいね寝起き悪くなくてって言われました。逆に高いねって言われます。おじおじさんこんばんは。5時がいいですかね、どうですか。結構5時の意見も多い気がする。5時は起きれるけど捨て干しが無理だそうです。朝早いと集まらないんじゃないかっていう意見もありますね。捨て干しは4時15分。あ、そうなりますね。45分前だから。じゃあ5時スタートか、今日と同じかの2択かな。ふえらちおさん、初見さんだ、ありがとうございます。6時がちょうどいいですか。6時か今日と同じか、6時半、6時半か、6時か6時29分か、どっちがいいかな。6時がいいかな。偽物人さんお仕事お疲れ様です。6時かな。結構6時の意見が多い気がする。どうかな、6時にしますか。じゃあ6時にします。はい、6時スタートの6時半ですか。30分かな。6時からスタートしたら何分までやった方がいいですかね。30分取った方がいいですか、朝は。そうですね、6時にやったら捨て干しは5時55分、間違えた、5時15分です。起きます、起きます、頑張ります、頑張ります。まあお昼寝すればいいからね。30分欲しいですよね、やっぱり朝は。6時半までですかね。最終日に寝坊して伝説を作る、まあ、なくはない、正直、正直なくはない、あり得る可能性の方が高いけど頑張ります。でもだって寝坊したら怖いもん、怖い怖い怖い。だってこの私がですよ、目覚まし鳴る前に起きるとか、もう成長とかの問題じゃない、もう人格変わった。ママさんこんばんは。じゃあ6時半まででいいですか、一枠目は。いかん、すぐ脱線しちゃう話が。いかんいかんいかん、6時半でいいですかね。でも本当にプレッシャーがすごくて寝れないんですよ。寝れないし起きれる。寝れないけど起きれる。あ、でも人格変わってないですね、すごい。なんかゆったりまったり配信ばっかりだったから、永遠プレッシャー。逆転の目があるなら細かくてもいいけど、なるべく注目される配信したらいいと思います。でもアラームの前に起きるんですよね。30分で、じゃあ6時半までにします。はい、次2枠目。それがこのルームのいいところで嬉しい、ありがとうございます、優しいな。あ、土曜日って書いてある。じゃあ2枠目は何時がいいですか。1時間起きるか7時ですか。いつも通りの感じで行くのは7時の気がする。間違えた、
伊藤美希検定は45分ぐらいあれば大丈夫です。9時ですか次。9時、2枠目は何時がいいですか。7時かな、あ、7時1分か、7時半。はい、土日は昼間もできます。7時半か7時1分か。いや、ラストは全然何分でもいいんですけど、ラストの1個も、あ、でも伊藤美健でどうしようかな、最後がいいかな、最後にします。ごめんなさい、やっぱり伊藤美健って最後にします。だから19時15分から20時がいいかな。7時半がいいですかね。2枠目どうしよう、どうしよう、9時からがいいですか。9時かな、9時の意見が多い。最後はね、19時15分からがいいかな。じゃあ9時にしましょうか。9時スタートで30分ですか。なべっちさん、ありがとうございます。初見さんだ。そうですね、外出自粛出てるから9時から30分ですかね。 OK、 30分でいいですか。デローさんこんばんは。30分間かな。9時5分から9時5分からですか。9時から、9時5分から。チックタック、チックタック、チックタック、ピッ。9時からかな、9時5分からかな。9時ちょうどで大丈夫ですか。ねひつじくんさん、だるまありがとうございます。え、私もエイト好きですよ。チームエイトさん、ゆかやまゆいさんが好きです。名古屋の人です。名古屋というか愛知の人です。 SKE の人です。ただのいじょりさんこんばんは。ともさんもだるまありがとうございます。じゃあ9時スタートで、9時スタートで30分配信ですかね。どうかな、どうかな。あ、坂口渚さんも可愛い。本当に天使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 。北海道、あ、森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京。最終日は何枠にする、何枠がいいかな。でも最後30分でいいですか。9時から9時半でいいですかね。蜂の巣になって、ヘイ。じゃあ30分にします。みんなして踊れ。あ、25分がいいですか。え、じゃあ6時から6時25分がいいとか、そんな感じですか。で、9時から9時25分がいいとか、そんな感じですか。え、どこ25分にすればいいですか。ラスト45分がいいです。制服の羽広げ、風に乗り込んで恋子の手伸ばして、僕が受け止めてあげる。カラオケで歌います。制服の羽。ラストは45分がいいかなって思います。
あ、ごめんなさい。ほんとじゃん、もう10分来てるよ。ピンチピンチピンチ、これはピンチ。最終枠以外25分がいいと思う。最後枠は長め。30分を2回取って、あとは3回、あと3回は25分。長屋の山ちゃんさん、誰もありがとうございます。どうしようどうしよう。のべっちさんありがとうございます。フルートのひでさんこんばんは。え、朝って25分がいいですかね。その6時からのとか9時からのとか。そう、最後45分がいいです。それだけですかね、要望は。あとはもう全然皆さんが星を集めやすい時間とかでお願いしますって思います。どうかな。45×1、 25×3、 30×2 の意見が多いんかな。どうですか。9時は星3周だから30分で、25分でも3周可能だよ。うん、その意見が多いからそれにしましょう。30分×2、 25×3、 40×1 で。じゃあこれでいきましょうって思うんですけど、どうですか。 30×2、 25×3、 45×1。 え、じゃあ6時から6時半、9時から9時半、次25分のは、あ、じゃあ3枠目は何時がいいですかね。3枠目は12時からですか。ゆうずりんさん、はじめまして、こんばんは。3枠目は12時からですかね。12時でいいですか。あと7分、頑張ります。12時から25分、15時から25分、15時は次なんだ、17時から25分、19時から、あれ、17時は25分から、あと5分かいけるはず。こんな感じでいいですか。ちょっと確認お願いします。いい感じですか。OK ですか。じゃあ先にスクショタイムをちょっとだけして、すぐランキング見たいと思います。お願いします。あ、19時14分から、オッケーですか。オッケー、じゃーん、よし。じゃあランキング読みたいと思います。スクショお願いします。
はい、13位デデデデデンデン野良黒さんありがとうございます。12位デデデデデンデンジェガンさんありがとうございます。11位デデデデデンデンおばかさんありがとうございます。10位デデデデデンデンあきらさんありがとうございます。9位デデデデデンデンまちさんありがとうございます。8位デデデデデンデンねしつじくんさんありがとうございます。第7位デデデデデンデンまちさんありがとうございます。6位デデデデデンデンさくらもちさんありがとうございます。第5位デデデデデンデンくぼっちさんありがとうございます。第4位デデデデンデン中島さんありがとうございます。第3位デデデデデンデンとしさんありがとうございます。第2位デデデデデンデンドアランさんありがとうございます。第1位はデデデデデンデンやまやんさんありがとうございます。伊藤美希検定って書いとこう。くしゃみでそう。うん、19時15分スタート。19時15分19時15分から OK よし。じゃあ明日時間あと1分ありますよね。あと1分あるよね。あるあるある。なべっちさん明日星投げありがとうございます。明日の曲は決まってるので曲は書いとくんでよかったら拡散しといてもらえたら嬉しいなと思います。曲は決まってるのであのあれは内緒です。曲順の番順番はもう曲は決まってるので、ね、すぐじゃないけど今日の夜に書きたいと思うので、あ、星集めしてから寝てもらえたらありがたいです。じゃあよかったら明日歌うのでソロコンサート的なのやるのでよかったら見に来てください。ありがとうございました。星集めよかったら夜の中にやっていただけるとありがたいかなと思います。また明日会いましょう。明日は何時から？バイバイ。ありがとうございました。おやすみなさい。お疲れ様です。ありがとう。ツインテール。バイバイ。おやすみなさい。皆さん。